ニッコールクラブはニコンのカメラ、レンズ愛用者の親善を目的とした写真団体である。会員数は1983年10月31日時点で15万7469人であった。1951年頃、当時の社長長岡正夫からニッコールレンズやニコンカメラの愛用者は今後もますます増えていくだろう。こういった人たちに対してどのような形で お礼をすればいいだろうかと相談を受けた、三木厚氏が設立を提案した。その際、会社は、金は出すけれども口は出さない、地道でもいいから、細く長く続けていくという方針も合わせて提案し、受け入れられた。ニコンクラブではなくニッコールクラブという名称になったのは、設立当初から、日本工学工業には、ライカマウント、コンタックスマウント、エクサクタマウント、 アイレス写真機製作所のアイレスフレックス、ベルハウエルのシネカメラアイモに使用するレンズなど、他社カメラに使用するレンズ製品が多数あり、ニコンクラブとするとそれらのユーザーを排除することになること、日本工学工業の名前が世に知られるようになったのは、ニコンカメラより先にニッコールレンズであったことが理由である。特に、アイレスフレックスのユーザーは、会員数で1時1分位を占めていた。 その後、ニッコールレンズは、オーバン用レンズも発売され、ゼンザブロニカ、マーシャルプレス、プラウベルのプラウベル巻きナなどにも使用され、これらのユーザーも入会可能である。ニッコールクラブ結成主意書、1952年9月。1952年9月1日、株式会社、ニコンの取締役社長、長岡正夫を中心として、木村伊兵衛、土門健、三木敦子、 亀倉ク優作、高峰秀子、デビッド・ダグラス団官、マーガレット・バーク・ホワイトなどが、発起人となって設立された。発足時の会員数は971名であった。当日は、豊島園にて、有馬稲子や岡田真理子をモデルに撮影会が行われた。ありがとうございます。